お正月も過ぎたけどお餅が余ってたりしませんか？今回はちょっと変わったお餅の楽しみ方を紹介しちゃいます。こんなごく普通のお餅にイラストを描いてから焼くと膨らむから立体的なイラストになるって寸法、楽しいね。それじゃ早速イラストを描いていこう。煮詰めて濃厚にした砂糖醤油を使うよ。ほい、イラストは完成。続いてお餅を焼いていきましょう。お餅といえば年末に一人暮らしのお年寄りにお餅を配布したっていうニュースが出てましたが、それは…あ、膨らんできた、膨らんできた、いい感じに膨らんできましたが、なんか膨らめば膨らむほど描いたイラストがぼんやりしてなんだかわかんなくなってきてるような、もうちょっと膨らんだ方がそれっぽいんですけどね。これ以上膨らまないかな。なんかやたらと煙が…あ、燃えた、あはぁ、燃えた、燃えた、お餅 is burning。 いやー、お餅って片面ばっか焼いてるとこうなっちゃうんですね。皆さんも気をつけてください。